こんにちは、みずきです。今回は落ちにくいリップのデパコス編をご紹介していこうと思います。はい、ということで前回の落ちにくいリップのプチプラ編の動画を概要欄の方に貼っておきます。で、今回はデパコス編ということで、私が今までに使ってきたリップの中で、色持ち、発色、質感が良かったものをご紹介していこうと思います。はい、ではまず一つ目。こちら、ディオールのルージュディオールマット771番です。はい、中はこんな感じで結構ね、はっきりとした色味です。で質感はマットなんですけど、なんかマットすぎないマット、ちょっと説明がね難しいんですけど、意外とスルスル塗れてしっとりとしたテクスチャーです。まあ、ディオールのリップっていうとこのマキシマイザーとかがね一番人気なイメージがあるんですけど、色持ちとか発色に関しては個人的にこのルージュディオールが一番いいかなと思います。まあ、この771番はちょっとピンク味が強めのカラーで、まあどちらかというとブルベ向きのカラーかなと思うんですけど、付け方次第では全然イエベでも使えるので、まあたまにはねこういうピンク系のカラーも使ったりしてます。まあこう見た感じはマットなんですけど、あの付けた感じは全然乾燥する感じもないし、本当にスルンとつけられるようなリップです。まあ、例えるとマットリップと普通のリップの中間くらいの質感です。前回紹介したプチプラのマットリップと比べてもダントツ使いやすいです。こうマットリップでは珍しいような唇の縦じわがあんまり目立たないようなリップです。本当に色持ちも発色も質感も最高なので、デパコスのリップ何買おうか迷ってる方いたらこちらもねぜひ見ていただきたいなと思います。はい、そして2つ目こちらです。エスティローダのピュアカラー MB リップスティックリベリアスローズです。はい、こちらはまあコフレに入っていたものなのでミニサイズにはなるんですけど、こちら原品サイズもあります。でカラーがこんな感じでローズ系です。赤リップ寄りのくすみピンクという感じで、ちょっとね大人っぽいようなカラーです。で質感もねちょっとだけさっきのディオールと似てはいるんですけど、まあこっちの方はね一応マット、まあこのディオールのねマットリップがそんなにマットっぽくないので、まあ似た感じには見えるんですけど、エスティローダの方は普通のこうツヤ感のあるリップになります。はい、ディオールティッシュオフしても全然取れません。このリップはね、カラー自体もすごくお気に入りで、色持ちとかももちろんいいんですけど、あの塗り直しがね、あんまりいらないんですよ。こんな感じでちょっと唇を合わせるとなんかね、ツヤっぽさが戻ってくるというか、なんかリップ塗りたてみたいな質感が戻ってくるので、これはね、本当に使えます。まあ、このシリーズはね、他にも色々とカラーあるんですけど、確かね、このカラーが一番人気だったような気がします。これは使い終わったらまたリピートも考えてるものです。はい、そして3つ目はNARSのパワーマットリップラスター2789番です。はい、カラーはこんな感じ。まあこれもローズ系のカラーではあるんですけど、結構ブラウン寄りですかね。で質感はねこう見ていただけると分かる通りかなり水っぽいです。ただこれが乾くとマットになってすごく密着してくれます。結構水っぽいのでこの辺がねかなり汚れるってのがちょっと難点ではあるんですけど、色持ちとかに関してはすごくいいです。はい、こんな感じで乾くとマットになります。でちょっとメタリックな感じがあってこうクール系に仕上がります。でこれ一応ねクリスマスコフレで限定コスメではあるんですけど、まだねネットでは販売されてるカラーとかもあるので、今回ねちょっと紹介させていただきました。ちょっとダーク系な大人っぽい感じのカラーになります。でこれ乾くのもすごい早くって、しっかりめに触ってもこう全然指につきません。なので、まあ、グラスだったりコップにリップがつきにくいっていうのもすごくいいポイントです。やっぱりこうスティック系のリップだとこうペタッとついてしまうので、その点に関してはもうこれがねダントツで優秀です。このコフレじゃなくて普通のパワーマットリップピグメント
ほとんどこれと似たような感じだと思うので、私今ねこのリップを何本か狙ってます。多分ね質感とかもそんなに変わらないはずだと思います。でこれ仕上がりすごいマットで、まあ、メタリックな感じはあるんですけど、あの縦シワがね若干気になるんですよ。ただこれの上から透明なグロスをつけるともう普通に縦シワとかも気にならなくて、ほんとマットリップじゃなくて普通のリップをつけた感じになるので、まあそういう使い方もできます。今ちょろっとグロスをつけてみました。でもカラーが取れたりする心配は全くないので、本当にこのシリーズはかなり使えます。であとねちょっと番外編ではあるんですけど、このエスティローダーのピュアカラーエンビーカラーリプレニッシュリップバーム、これ普通のねリップクリームみたいな感じなんですけど、これ塗っていくとねほんのり色づきます。わかるかな、ほんのりピンク系になるんですけど、これもね色持ちがいいんですよ。普通にリップクリームみたいな感じで使ってるんですけど、なんか意外とねこのほんのりピンクがしっかり定着してくれて、リップの下地とかにもいいし、すっぴんの時にもねすごく使えます。まあ、ただね若干青み系のピンクなので好き嫌い分かれるかなとは思うんですけど、これもね本当におすすめです。はい、という感じで今回は落ちにくいリップのデパコス編をご紹介していきました。このディオールとナーズとエスティローダー、こちらのね3つがおすすめなんですけど、一応ねちょっと薄めのカラーも紹介しておきたかったので、まあ、発色自体はねあんまりないんですけど、まあ、特別枠ということでこのリップワームもね紹介していきました。これね唇が乾燥してる方にすごいおすすめで、あの結構ね保湿がずっと続きます。でカラーもあの薄めではあるんですけど結構定着してくれるので、ナチュラルなカラーが好きな方にはいいかなと思います。はい、てな感じで今日もご視聴ありがとうございました。では